生まれ変われるなら日本で生まれたいという韓国人が急増しています。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。生まれ変われるなら日本に生まれたいと願う韓国人が激増中。反日の裏で一体何が起こっているの？連日のように日本を非難してくる韓国ですが、今回少し興味深いスレッドを目にしましたので、こちらでも皆様と共有したいと思います。韓国の大手新聞東亜日報系列のコミュニティサイト MLB パークに、生まれ変われるなら日本で生まれたい人多いですよねというテーマのスレッドが立っており、そのテーマに多くの韓国人がコメントを寄せています。個人的には、韓国慢性、日本より韓国が素晴らしいと言っている印象が強いのですが、これは一体どういうことなのでしょうか。このスレッドと同じようなスレッドに対し、割と多くの閲覧やコメントがついていることから、韓国の人たちが日本での生活についてとても興味を持っていることがわかります。コメントの中には、男なら無条件に日本でしょう、大韓民国は100年以内に消滅しそうだから消去法で日本ですね、など私には意味のわからないコメントも多いのですが、少なくとも日本に生まれ変わりたいという韓国人が多いことは事実のようです。個人的には少し意外な反応だったのですが、コメントの内容については後ほど詳しくピックアップさせていただきますね。それにしても、日本に生まれ変わりたいだなんて、お隣の今までの態度をよく知っている私たちにとっては少し複雑な気持ちです。別に日本人に生まれ変わってほしいとは全く思っていないのですが、一体韓国人は頭の中でどのようなことを考えているのでしょうか。コメントを見る限り、男は絶対日本がいいというフレーズがたくさん目につきました。これは韓国には徴兵制があり、日本にはそれがないからという単純な理由もあると思います。韓国の成人男性は約1年半の間、好き嫌いに関わらず軍隊に入隊しなくてはなりません。これは韓国国民の義務であり、北朝鮮と休戦状態にある韓国にとっては兵力を常に維持するための重要な規則になっています。国民の義務は果たすべきだけれど、軍隊には行きたくないというのが本音なんでしょうね。ある韓国人からは、生まれ変わっても韓国がいいっていうのなら、これから軍隊に行かなきゃならない子供たちのために、あと 2,3 回は軍隊に行ってきてくださいというようなコメントもありました。また韓国では経済格差の問題が深刻化しており、自分の国に住みにくいと思っている韓国人がたくさんいるようです。例えば韓国人の女性 YouTuber マルさんの動画によると、日本の生活費について、交通費以外はソウルより断然安い、夜になるとスーパーの食材がめっちゃ安いと話しています。これを見ると日本の方が生活面では暮らしやすそうですね。生活の糧である仕事について話を移しますが、日本に出稼ぎに来る人が多ければ多いほど韓国の就職事情は良くないことは周知の事実なのですが、韓国では安定した会社に就職するのはとても狭き門になり、大学を卒業してもなかなか就職口が見つからず、だからこそ外国で働くという選択をする人が増えています。今のご時世ではそれが許されないところがありますが、日本人に生まれ変わりたいという言葉の裏には、このように日本と比べて韓国社会が生きづらい環境だということを自覚しているからかもしれませんね。また政治的に偏ったイデオロギーを重視する国の方向性に違和感を覚える韓国人もたくさんいるようです。例えば日本が好きだなんて声を上げると周りから叩かれる、そんな恐怖を感じている節も伺えます。唯一本音を吐き出せるのは、このような匿名で発言できるコミュニティサイトくらいしかなく、そのため特に現在の文政権はご存知の通りかなり偏っていますので、例えば親日派のお墓を暴く法律を作るなんてことも考えているようですが、お墓まで暴くなんて行き過ぎだと思う不満も見ていてかなり大きいような気がします。ところで今更ですが、韓国人は日本人のことを一体どのように思っているのでしょうか。
実は私には韓国出身の知人がいるのですが、彼の話を参考に少し考えてみたいと思います。その知人曰く、韓国の若い人たちにとってもはや日本は嫌いな対象ではないとのことでした。日本の漫画や日本食、日本の美しい風景など日本に憧れる韓国人は後を絶たないそうで、日本の文化が世界に多く受け入れられているように韓国にもたくさん日本文化のファンがいるそうです。でも残念なのは、普通の韓国人がそれをはっきり言えない雰囲気があることで、言いたいことを言えない偏った空気が今の韓国社会にはあるようです。よく1対1で韓国人と会話すると、私は日本のことがとても好きですよ、でもオフレコでお願いしますと言われることが多いのですが、韓国では日本が好きな韓国人はまるでいないことになっているようです。親日がバレるとどうもまずいようで、なんだかよくわかりませんが、個人的にはとても面倒な印象です。ところで、気になる韓国の掲示板には今回の件、一体どのような声が寄せられているのでしょうか。次にその一部をご紹介いたします。軍隊、フェミニズム、就職率の3つのテーマでは日本圧勝です。男なら絶対日本でしょう。正直言って愛国心以外では韓国に部はありません。日本に対してくだらない暴言を吐いてちょっと気持ちよくなったとしても、結局日本は韓国と別次元の先進国だということをお忘れなく。それが現実です。日本が好きだからというよりも、自国が嫌いなので日本で生まれ変わりたいんです。反日の対象は日本の国民じゃないですからね。攻撃する対象は日本の政治家や右翼です。やっぱり日本がいいです。北朝鮮という存在もないし、国土も広いし、自然が美しいし、おせっかいも少ないし、先進国だし、なんでわざわざ韓国を選ぶ理由があるのですか？生まれ変わっても韓国がいいって言うんだったら、これから軍隊に行かなきゃならない子供たちのために、あと 2,3 回は軍隊に行ってきてくださいね。愛国心なんか捨ててもいいから日本に生まれ変わりたい。女性ですが、やっぱり日本がいいです。先進国のパワーは無視できません。韓国には未来がありません。出生率が低空飛行なので、100年後に国がなくなっているレベルです。出生率が韓国 0.9 に対して日本は 1.4 ですから。やっぱり日本ですね。1年だけ日本に住んだことがありますが、とても良かったですよ。その他にも、日本で13年も過ごした韓国人女性が書いた記事によると、中国からの PM2.5 が少ないから空が青く空気がきれいや、牛乳や乳製品が安くて美味しい、食料品が安いなど、日本の生活での長所を挙げています。こちらへのリンクは説明欄に貼っておきますので、ご興味があれば Google 翻訳などでお楽しみくださいね。さて、いかがでしたでしょうか。いろいろと見聞きしていると、やっぱり韓国人の生きづらさを少し感じてしまいました。離婚率が高く、経済格差も大きく、政治的な偏りが激しい環境で生活する韓国人のことを考えると、改めて日本がいかに素晴らしいかがよく分かったように思います。今回のテーマでもある生まれ変わるなら日本にという気持ちも少しは分かるような気もしますが、だからといって約束を破ったり日本を非難したりしてストレス発散されてもたまったものではありませんよね。韓国政府は自国民の不満を反日なんかでお茶を濁すのではなく、抜本的に解決するような素晴らしい仕事をしっかりやってほしいと願うばかりです。まずは反日教育の停止からになりますが、やっぱり期待できませんね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。